こんにちは、山田です。今日はですね、40年ぶりにギターを始めたその3ヶ月目の途中経過報告ということでお話ししたいと思います。このチャンネルは企業で営業を20年、人事で人材育成を10年担当し、57歳で早期退職をしました。キャリアコンサルタントでクードという武道もしております。昭和40年男がセカンドライフやセルフチャレンジについての情報を発信していきます。役に立つなと思ったら励みになりますので、チャンネル登録の方お願いします。40年ぶりにですね、ギターを始めましたということなんですけれどもね、実際どのぐらいになったのかというところですね、まずは画像で確認いただきたいなというふうに思います。1分弱ですので、まずは見ていただいて、あ、結構いけるじゃんっていうふうに思ったらですね、なぜそうなったかというところをですね、説明いたしますので、ちょっとだけ我慢していただければなと思います。こんな感じです。やみ続けた日々がまるでそのように忘れられる時が来るまで、ここを自分では思ってるんですけれどもね、やり始めて気づいたことが大きく3つあるんですね。それをお伝えすることで皆さんももしかしたら、あ、やってみようと思ってもらえるかもしれないんで、ぜひぜひ紹介したいなというふうに思うんですけれども、1つ目はですね、まだ覚えてますよっていうことなんですね。これは前の動画でもお伝えをしたんですが、やっていくほどにですね、やっぱり昔の記憶、多分体についた記憶っていうのがですね、呼び起こされて動くようになってきますということなので、40年というブランクを考えればかなり早く馴染めてるっていうところですね。2つ目はですね、学習能力っていうのが明らかに高くなってるなっていうことが分かります。何かを学ぶっていうのは問題解決でもあると思うんですね。できないっていう状態をできるっていう状態に改善していくっていうことなので、そういうことはビジネスにおいてもプライベートにおいてもですけどね、いろいろやってきているので、どういう手順でやっていけば効果的かっていうことの手順は踏まえてますので、効率的にですね、学べるなっていうところですね。それは一つありますし、自分の特性も分かっているので、どういう学び方が自分に合ってるかっていうのも理解しているので、今回僕がマンツーマンで習っているっていうのも、自分にはその学びの仕方が合ってるっていうことを理解してるからなんですね。前はまあ独学でやってたわけなんですけども、学ぶ力というのを手段を選択する力というふうに読み替えたとすれば、かなり上がってますというのは実感としてあります。そしてですね、3つ目なんですが、これが一番僕は大きかったですけど、世の中がですね、びっくりするほど便利になってますということですね。特に動画です。これはいいものをビジュアルで見て確認できるっていうこともまあ良さっていうんですかね。今の人はね、当たり前のようにやってるんでしょうけれども、結構な驚きでしたね。でしかもピンポイントでいろんな動画があります。 YouTube なんか特にそうですね。例えば僕は G コードだとか F コードは抑えられなかったりするんですけども、ピンポイントでその抑え方みたいな動画がね、いろいろあるんです。自分に合った動画を選ぶことができるので、そこも効率的にできるんじゃないかなというふうに思ってます。こんな感じでですね、今ギター練習してるんですが、イメージとしてはですね、何か伏線を回収してるイメージなんですね。若い時にやったこと、それなりにね、力も注いで情熱も注いでやったことでも、やりきれなかったことが、今はそれが伏線となって回収できてるっていうようなことなので、めちゃくちゃ楽しいです。でやはり人っていうのは何が楽しいかっていうと、
できないことができるようになってくることとか、成長していくっていう実感を感じている時なんですけれどもね、本当にこの年になって自分が成長できているなっていうことが実感できるっていうのは、こんな嬉しいものなのかっていうふうに思ったりしながらですね。そしてこの楽しいはギターができただけにとどまらないんですね。自分の中に何かできたっていう経験ができることが、いろんなものに対しての自分をポジティブにしてくれてるっていうのは間違いなくあるので、そういった意味でも皆さんもですね、もしも昔やってやめたこと、今ちょっとやってみたいなと思うことがあれば、ぜひぜひやってみてもらったらいいのかなというふうに思います。本当に世の中は便利になってきています。そしてこれはおまけみたいなものなんですが、40代50代の人の強みっていうのはですね、目指すもののゴールが見えない中でも頑張ってきてるっていう経験があるんですね。場合によっては理不尽で不条理なものもいっぱい経験してるわけなんですが、それがここでまた生きてくるような気がします。例えばこのギターを習得することにしても、いろんなものが整っているのでかなり早い段階であるレベルまでいけるとは思うんですが、最後ですね、スキルとして一定レベルまで身につけるっていうところは、やりきることっていうのは多分絶対必要で、結構先生もね、そのあたりは言うんですね。今の若い人は早い段階でかなりのレベルまで行くんだけれども、そこから先がなかなか進まない。その時に必要になる気持ちの強さであったり、体力ですよね。それやりきる体力みたいなものがない状態で結構なレベルまでたどり着いてしまっているというところが、逆にマイナスになってしまう。だけど 40、50 代の人たちっていうのは、もともとそういう先の見えない中でやりきってる力っていうのを持っている人たちなんで、そっから先は強いっていうふうに言われていて、僕もそれはその通りだなというふうに思うので、なんとかね、この先もまた頑張っていきたいなというふうに思うんですけどね。もしもですね、皆さんも何かちょっとやってみようかなということがあればですね、今が始める時だと思います。本当に環境はびっくりするぐらい変わってますんで、ぜひぜひ始めていただければなと思います。